ゆきんぎです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、久しぶりのマリメっていうこのコース、クリア率はですね、9% 台。目の前にゴールがあるんですけど、ちょっとですね、これ詳しくビルを見てみたんですよ。そしたらですね、上にトロールって書いてるんですよね。まあ、トロールハテナって書いてるんですけど、この一画面コースでですね、どういったトロール要素があるのか、めちゃくちゃ楽しみですね。ただ普通にジャンプしてクリアするだけだったらクリア率 10% 切らないと思うんですよね。でも最速クリアは1秒。速攻走っていくよ、速攻走っていく、ゴーそういうことか。じゃあこれはもう避ければいいだけでしょ。さ、答え、これ来た来たやっとやったぜなんだこのコースは。いやでもですね、この 99IHV っていう方、知ってる人は知ってると思います。めちゃくちゃトロールを作る天才なんですよね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ザ・トロールスリターンダークモード。これは訳すの簡単だね。あのトロールが帰ってきた、うわみたいな感じでしょそれじゃあ早速やっていきますか噛んでしまった。それじゃあ早速やっていきますか。ダークモードって書いてるから夜ステージだとは思うんですよ。夜ステージっつったらね、アイテムとかがね、こう右左結構分かれてるからね、注意しなきゃいけないね。それよりもそんなことよりも早く行かないけんかったね。じゃあここは右にダッシュして、あのブラパーを越えます。そんで右、よし、このね、ダッシュし続けたら多分ね、この針のとこに行かされたと思うんですよね。なんでここでジャンプして、ここは足場があるんで渡っていい。そしてこのトゲゾ渡れるんですよ渡れるのじゃああのトゲネットは上から行かなくちゃいけないのかな。なんで一旦ここジャンプして、さっきなかったやんそれ。ここはじゃあ何もしないでいいってことかな。ジャンプしたらダメってこと。そして氷ブロックに上げられろみたいな。でもさっき行けたもんね。なんでだろうね、あのブロックがさ、出るときと出ないときがちょっと僕まだ分かんないんだよね。なんでここは上からで正解だね。そしてこのドアに入ります。よしよしよし。そして次は右、ここで、ここ落ちていいと思います。はい、落ちます。なんでほら今日調子いいよ。で、ここは左から行かなくちゃいけない、そういう感じでしょ。いやでも隠しブロックないね。右からアイテムが降ってくる。うわ、違うか。今回の騙し方はちょっと一味違うね。なんかね、正解っぽい方が正解なんだよね。なんでこの右のハテナブロックを叩いたらアイテム、あれアイテムじゃないの。でも右のブロックからアイテムが出てくる、そういう感じ。わかるわけないやんかそんなの。走って行かせろよでね、ここでね、これわかる、みんなもう10回以上引っかかってんだけど、ちょっとなんでかわかんないんだよね。マジで教えてくんない。今後トロール攻略にね響きそう。それじゃあここはちくわブロックの下にキノコがあるっていうのはわかったんで、このまんま左の方に走ってってガリガリを抜けていきます。そしてドアに入る。こっちで合ってるね。そして今度は上の鍵取ってみる。なんかね、ここ罠っぽい方が罠じゃないみたいなのが多いんだよね。ほらバレ、ちょっと避けてくんない。半分でいいから、半分右に行くだけでいいから。いやいや、なんか言えよ。それじゃあここは鍵を取ったらダメっていうことが分かったんで、このまんま一旦右に行こうか。それで合ってる。この辺なんかあるんじゃないの。なんもないのか。で、キノコは罠だね、絶対罠だよね。いや、罠と見せかけてこっちが罠じゃない。そうくるじゃあここ上に行っていいのかな。上行ってみるね。ジャンプ、ジャンプの右に行ったら鍵が手に入るパターン。なんでじゃあどうすりゃいいのよ、教えてよ誰かだから走らせろ。ギリギリでキノコ取ってみようか。これいくよ、ギリギリでキノコ取ってみる。そう、こっちで正解じゃないの、合ってるっぽいね。そしてここでオンオフをして右に行く、そういう感じでしょ。大丈夫、左に戻るとかないよね。いや左戻れないもんね。なんで先進みます。中間ポイント、何もしない方がいい、ここ。あ、待って、早く行こう。やった危ねえ、デカ状態でよかった。キノコが手に入ってなかったらさ、絶対やられてました。じゃあここはなんて書いてる、これ上バットって書いてない。一旦左行ってみるね。ここなんか出るでしょ。なんもないのか。じゃあこのまま右のジャンプ、
そう、そしてもう一回ジャンプ、ジャンプ。ちょっと待ってね、なんて書いてるか読んでいい？読めねえなんて書いてるかわかんないんで、さっさ先に行きましょう。それでここは何もしない、オッケー。いや大丈夫、何もしないが正解、やったこういう時マジで何もしない方がいいんだよな。でここで一旦右に行って、そのまんま右に突っ込む。普通左行くでしょ、でも僕は右に突っ込みます。うわ、なんか開くと思ったんだけどな、ここ。それじゃあこの音符ブロックを叩いて左に逃げようか。熱すぎない、熱すぎ、熱すぎ、うまいうまい、今日マジでトロールキング、トロキング降臨だね。でここは何もしない、嘘でしょ、嘘でしょ、今日取れ高大丈夫ですかいやここが取れ高にしよう、もうここ全部取れ高だね。いやまだ合ってる可能性あるよ。ないね。でもやられたってことはさっきと違うパターンあるよ。もうこっからなんかさっきと違うやん。じゃあここ走って抜けていきます。罠が変わってるってことだね。この辺もなんか変わってんのかな。さっさ行った方が良さそうだね。あ、さっきのところだけっぽいね。なんでこの扉入ったら何もしないでいいでしょ、そういう感じでしょ。ほらほらほら、さっきと違うやんかー。じゃあここの扉入って鉄球が来るでしょ、鉄球が来たらすぐジャンプ、そういう感じでしょ。あ、ここに足場があるパターンだったんだね。こっからだよね、ここは何もしないでいいでしょ。で右に戻されて多分骨か中にやられるパターンだったと思うんですよ。で上のキノコは罠と見せかけてよ、これギリギリで取るんじゃないの、こういう風に。そしてこうくぐっていく、これが正解。大丈夫、ほら合ってんじゃないの。そしてオンオフもう一回変わる感じ、うまい。今日冴えてる、今日はほんとみんな冴えてるよ。でここはオンオフをして何もしないでこうで右当たってないやんか。それじゃあここはね、オンオフをしたらテレサが出てくるんだよな。テレサが出てくるけど、ここはジャンプして抜けれるはず。そう、あの魚にやられる前にね。でここで上に行ったらきっとねテレサにやられると思うんで、このドア入ります。はなー、アンドバブー。あ、あとですね皆さん、前回のみんなでバトルで音割れの件があったじゃないですか。これ調べてみると音割れじゃないんですよ。やっぱね、僕の声がですね音割れボイスみたいな感じらしいんですよ、あの叫んだ時が。まあ、前回も言いましたけど、はなーっていうのとはなーっていうのはね、まあ全く違うと思うんですけど、このはなーっていうのがね音割れしたように聞こえるみたいです。なんで音割れじゃないんでですね、皆さんご安心くださいでも一緒か、音割れみたいに聞こえるんだったら。それじゃあここの扉入ったらすぐジャンプしなきゃ、ハナ&ボムにやられるか。ドルトンケチやったぜ危ねえ、あのトークがついていかないところでした。でここは上が罠と思うじゃん、多分罠だよ。いや合ってるっぽいよ、これなんかわざと作ってやったのにじゃあここはデカキノコになって下に行きます。やった、ここでここでどうすればいいんだろう。右に行ったら落ちれないよね。なんで普通のこのスーパーマリオ状態になって下に行く。そう、ここはダメだ、その玉に火をつけてくれ。それじゃあここは右に走っていけばいいと思う、そういう感じでしょ。こう、そしてファイヤーボールを取って氷を溶かす、オッケー。そしてチビになる感じだよねきっと。そうしなきゃ渡れないもんね、このレールは。これね、シャガジャン連打で渡れたらいいんだけどね、渡れないんだよな。そんでここはもう終わりなんじゃないの、なんか終わり臭い匂いがするよ。右だね、右しかないね。ここはジャンプして左に逃げてみます。こう魚それではここハテナブロック叩いたらね、一マス隣のここに逃げておけば大丈夫。そう、そんでリフトに乗って大丈夫、上を失敗。違う違うんだって入る、そっから入れるじゃんか、手伸ばしたらさ扉開けれるでしょマリオ。それじゃあここハテナブロック叩いて金魚が落ちてきた瞬間すぐ降りよっか。これでツタには引っかからないはず。こう
いや大丈夫だよね今ので。うわ2分の1経過。どうしよう、下の矢印信じて行ってみるね。この方はね、あの矢印信じて行っていいと思う。さあ何が出る、何マジかよ、2分の1当てろよこういう時。しかもこれ死に耐久っていうか、ただやられるのを待つだけじゃんか。誰、ボム兵が来るの、いや絶対来ないよね、誰が来るんでしょうか。フェルサ来て、早っ止まんな、誰かを持ってこいよ。それではここ上で旋回だったね、上で第二中間が取れる感じでしょ。頼む、何も来ないでね、早く行こうやったやった、これで第二中間だね、残すはゴールのみ。ここほんと結構難しくて、さてここはなんか見たことあるぞこのコース、なんだったっけ、クオリティが高すぎるコースだったっけ、世界一クオリティが高いみたいな、そんな感じのサムネにしたところでこれと似たようなのがあったんだよね。よし、それじゃあこの土管に入って右側にキノコが出てきたんで、このキノコを取ってジャンプすればいける。なんでそっちだったっけさっきと違うくない、今度は左、左にキノコが出てくるんでしょ、右は出てこない、よしオッケー。でこのまんま走ってジャンプすれば渡れるんだよね。そして右か、この場所でいいね、この場所で左の方に逃げておく、ここ、うわー危ねえ、やったー魚には引っかかりませんでした。でなんか今左下キノコ出てきたけど、あれは何も気にしないでいいよね。これはオッケーオッケー、でここは抜けていこう、大丈夫、何も出ない、よしよしよし。そしてここはどうする、それじゃあこの土管から出たらすぐ右、この場所に追っておく、そして何もしない、オッケー。これはリンクを取らざるを得ないね、取らざるを得なくて一応指で鍵取っておこうか、ほっ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 、よし、でジャンプ、うまい、これが正解でしょ、オッケーオッケー。そして次はあれ、ちょ大丈夫、ここあの魚は、うっさーマジかよこれ何、魚かー、うわここ中間ポイント戻される、もしかして魚にやられた方が良かった的な、なんか怪しいぞ、オーノーって書いてるね。さてさっきと一緒じゃねえか、でもさっきとちょっと違うんでしょ、ほらボム兵が来て次テレサが来るでしょ、テレサが来てハナちゃんが来るでしょ、で次にテレサだよね、そしてやられるみたいな、さっきと一緒やんかーい。ということで僕ですね、もうゴールができると思います、これで、まあ、何もミスらなければゴールができると思うんですけど、ここはさそんなに難しくないじゃん、もう一つ一つのさ仕掛け自体はやっぱわからないんだけど、初見殺し的な感じだけど、なんていうのかな、あいや違うんだと、なんか違うくないですか、なるほどそこにオンオフがあるのね、このリンク取ったらさ鍵の場所にオンオフがあるみたい、鍵の下っていうのかな、でここで上に入って何もしないのが正解だね、そしたらこのブロックのところにゴールがあるんだよね、ボム兵来るでしょ、来て、やったゴール確定だね、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。